皆さんおはようございます。ガチャが引きたくてついつい課金をしてしまうヨッシーです。はい、ということで、本日も星になれベーダの騎士たちやっていきたいと思います。はい、ということで皆さん今日もよろしくお願いいたします。はい、ということで、まあ後ろでねガンガン戦ってくれていますね。いつもありがとうございます。ということでですね、最近ちょっとねガチャを引いたんですが、やっとね、金が来たわけですよ。うん、やった金が来たぞと思って、中身を見てみたら、なんとこちらの金の弓が来てくれました。うん、まあありがたい人にはとてもありがたいことなんだろうけど、僕は弓のキャラを使っていないので、残念ながらバッグの中にそのまま入っています。はい、お願いです運営様、弓のキャラクターくださいというお話はねちょっと置いておいてですね、本日の動画はですね、皆さんキャラクターの、強化について、少し知りたくないですか？うん、知りたいですよね。いや知ってください。はい、僕の話を聞いてくださいということでね、本日は、キャラクターの強化についてやっていきたいと思います。はい、このゲームですね、キャラの強化、かなりたくさんの項目がありますので、まあその一つをねお話ししていきます。はい、もうすべてやってしまったらねとんでもない動画になってしまうんでね、今日は一部紹介してやっていきたいと思います。はい、なのでねよかったら最後まで見ていってください。はい、ということでやっていきましょう。はい、ということで、本日は異物というものをね紹介していきたいと思います。まあ、知っている方は大体知っていらっしゃると思いますが、ぜひね聞いていってください。はい、で、こちらなんですが、まずキャラクターに5個つけることができます。で、これ5個つけれるんですが、組み合わせのいいものをねつけることによってセット効果っていうものをね発動してくれます。なのでこのセット効果を意識しながらつけていただくのが一番ベストなので、そこら辺もちょっと聞いていってください。はい、であとはですね、今回入手法などもお話ししていくんで、ぜひ聞いてってください。で、今つけている、例えばこの占い師の花飾りというところ、うん、こちらもセット効果がありますよね。2セットだったらスタミナ 7.20% 上昇ということですね。はい、で4セットにするとスタミナが 70% 以上の時、ベーダのオーラ回復量が 40% 増加するといった能力がつきます。なので、この相性のいいやつを4つつけてあげた方がいいんですね。はい、ですが私ちょっと持っていないので4つセットすることはできていないって感じですね。はい、で、こちらの異物に関してなんですが、どこで入手するのかとかその辺も知りたいですよね。ということでその辺もお話ししていきます。はい、あとですね、この異物っていうのを、レベルを上げていただくと、効果がつきます。はい、今さっきの見てもらったら分かるんですけど、攻撃力と、防御力が上がるだけだったんですが、レベルを上げていただくとこのように防御無視効果 10.80%、スタミナ 4.80% というものがつくようになります。なので、まあ、しっかりとねこの異物のレベルも上げていただいて、強くしていきましょう。はい、まあ、こういったことをしていただくとキャラクターがさらに強くなって、クエスト等をねクリアしやすくなりますんでね、こういう細かいことをやっていきましょう。うん、ということで、この異物の入手方法など、今からお話ししていきます。はい、ということでまず一つ目なんですが、こちらのベーダの悪夢から手に入るんですね。こちらに行っていただくと、この悪魔のところから挑戦することができるんですね。例えばここですね、揺れる悪夢の洞窟というところに行くと、このようにですね、占い師、今さっきつけてた占い師のねセットなどがね手に入ります。でただしなんですが、ここですね周回するとスタミナを消耗します。なのでご注意ください。あとですね、このベーダの悪夢っていうのが経験値稼ぎには非常に効率がいいらしいんですよ。なので、まあ、ここをね周回していただくのがいいかなと思います。自分のレベルに合ったところに行っていただいて、
スタミナを消耗して回っていただくのがね、すごく効率がいいそうなんでね、ぜひそこら辺も活用してください。で、まあ、さらにね、この異物も手に入るんで、まあ一石二鳥ですね。なので、まあ、スタミナを使うときはぜひこちらを使っていただいたりね、してください。はい。いやでもね、スタミナってあれだもんな、デイリークエストとかもあるからね。それもちょっと考えながら使ってくださいね。はい。スタミナは計画的によろしくお願いします。ということで、次のとこ行きましょう。はい。ということで、お次は、第3章に来てください。はい。この第3章に来ていただくと、上の方に、可愛い猫ちゃんがいますね。はい。行商人という名前になっています。この子にですね、まずお話ししてください。はい。ということで、ちょっとね、憎たらしい顔してますが、非常に可愛いやつなんですよ。で、こいつからですね、実はですね、買うことができます。はい。なんとこのガチャのやつも買えるし、この今僕が装備してた、この占い師のシリーズってやつもね、ここで手に入ります。で、あとはですね、このような商品も置いてあるので、まあ、しっかり貯めてからね、買ってください。はい。で、この猫ちゃんのこの行商人からは、この占い師のセットとか、一つずつしか交換できないので、複数人分の、異物っていうのは手に入らないので、そこは注意してください。で、ちなみにこの行商人なんですが、出現場所がですね、この第3章。で、お次に第5章。で、最後に第6章になっております。例えばですね、ここは第3章で、手に入るアイテムなんですが、第5章の方ではまた違ったアイテムが売られているんで、もちろん異物もあるんでね、そこで手に入れてください。はい。で、こちらの行商人のね、この行商人から買うときですね、買うときにこちらが必要になります。はい。で、こちらはですね、第3章の場合、こちらなんですけど、第5章、第6章になると別のアイテムが必要になるんで、そこは注意してください。はい。ちなみに第3章のこちらのアイテムはですね、この第3章のクエストに行っていただくと手に入れることができます。はい。なので、まあ、周回していただいて、まあ、ここで貯めて、猫ちゃんのとこに行っていただいて購入するっていうね、感じでね、この行商人をうまく使って、ゲットしてください。はい。ここは非常に美味しいのでね、まあ、うまくね、このガチャの石等ね、異物等を手に入れていただければいいかなと思います。はい。今あるのはね、この2つの入手方法になっておりますので、ぜひね、皆さんも手に入れていただいて、キャラクターの強化していってください。はい。ということでね、どうせだったらこのベーダの悪夢行きましょう。揺れる悪夢の洞窟やっていきたいと思います。まあ、初回はですね、スタミナゼロでいけるんで、まずはチャレンジしていきましょう。はい。ということでやっていきます。って言ってもオートプレイでやっていくんですけどね。はい。ぜひね、難しいクエストに関してはですね、皆さんしっかりと、自分で手動で操作した方がいいのでね、手動で操作してください。うん。まあまだね、なんとかやれると思うわ。うん。どうにかなると思うんでね、そのまま見ていきましょう。はい。ということで、皆さんどうですか？いいガチャ引けてますか？うん。私なんか地獄のようなガチャで、全然うまく引けないんだよね。うん。なんで、結構悲しいです。はい。なんかもっと引けたらいいのになって感じ。うん。神引きみたいね。なんか2枚出たりするのかな？うん。2枚引きとか。さすがにないか。うん。まあ、そういうのあったらね、ちょっと見てみたいんですけれども、まあ、なかなか難しいと思います。はい。このゲームのね、ガチャはめちゃくちゃ渋いよ。うん。まあ仕方ないですけどね。仕方ないんだけど、だけど、やっぱさ、うん。引きたいじゃん。神引きしたいじゃん。うん。キャラクターいっぱい欲しいやん。だけどね、まあ、うん。なかなか出ないのが現実ですね。うん。でもまあ、楽しい。このゲーム。この、なんていうかな、世界観もめちゃめちゃいいし、なんか、このアクションもすげえ面白いけど、うん、まあちょっとオートでやっててなんだけど、すげえ面白いんでね、うん、ぜひね、皆さんも楽しんでください。うん。ちょっとでもね、キャラが出ないと泣いたりするんだけどね、割と、うん、泣いたりしちゃったりするんだけれども、まあ、そこはですね、まあちょっと他のキャラクターでもね、全然あの星用のキャラクターでも強いんでね、うん、まあその辺使いながらね、楽しんでいけたらいいんじゃないかなと思います。なんか来た。なんだこいつは。なんか手が生えてるけど、お腹から。
結構さ、このモンスターのビジュアル気持ち悪いよね、めちゃめちゃ。うん、それすげえ思うわ。うん、まあほんとね、このなんかねキャラデザインいいっていう人はねめちゃめちゃいると思う。うん、いると思うし、やっぱねこういう世界観もいいって思う人もいると思うし、あ、オオカミちゃんがやられちまった、ちょっと早く食べてオオカミちゃんをもう一回召喚しよう。うん、はい、ということで、まあなかなか強いね。まあ僕がね結構レベル上げてたんで、まあその辺は結構問題なくいけそうなんですけれども、うん、結構ね多分レベルが拮抗していると結構きついんじゃないかなと思います。ちょっとハマってるな。うん、まあほんと、ちょっと待って、なんかめっちゃ食らってるけど、何で食らってるこれ、どういう範囲攻撃なんだ、全然わからんけど、うわ、危ない危ない危ない、ちょっと、あったあった、回避エリアあったわ。うん、ちゃんとアクションしないとやられちゃうね。じゃあワンちゃんやられてんじゃない、大丈夫かな。うん、ワンちゃん心配な、あ、ワンちゃん生きてる、よかったよかった。うん、はい、ということで、まあ、ちゃんとアクションしないと勝てないね。うん、今逃げてなかったら相当危なかったねとか言いながらねちゃんとやらないといけないよね。でも面白いよねこれ本当に。うん、オートでやってもいいし、まあ本当に難しいクエストはちゃんと手動でやらないといけないって感じで、すげえ面白いですね。はい、ということでこんな感じでクリアしてます。私はこんな感じで回してますね。でしっかりとアイテムも回収して、ゴールということですね。このようにアイテムがたくさんもらえます。はい、いただきましょう。はい、ということでベータの悪夢やってきました。うん、また次のレベル出てるね。あ、また難しそうだな。まあただね、異物がまた手に入るんで、ぜひね、皆さんもやっていってください。はい、ということで、今回はですね異物についてやらせていただきました。最後までご視聴いただき誠にありがとうございました。はい、次回またやっていきますんで、ぜひ次回またお会いしましょう。じゃあね、バイバーイ。